理想のパートナーを引き寄せようというふうなことでやっていただきますと思っていますで。理想のパートナーを引き寄せるコツなわけなんですけどもあの、えー、浮気せよというふうなわけじゃなくてですね今のパートナーを余くするためにもですねこの役に立ちますのででまず、ねえー、本当に夫婦になりあの独身の人はですねあるいはあの離婚を考えている方はですね 本当に夫婦になりたい人の条件を列挙しましょうと。で、自分の思いをしっかりと見つめてですね、見えやただ迷いをしましょうというわけなんですよね。で、基本の方の場合には、パートナーをより,より深く知るということで、えーと、自分の心のランクアップというのはですね、役立っていただきますと、うまくいけます。パートナーをですね、深く知るというふうなことによって、えー、それをするためには自分の心のランクアップが必要になってくると。というのでですね、えー えーとやってみるとといいと思い思、まあ、あこの今回の願望実現でですね理想のパートナーとかっていのいらないんだっていう場合にはそれなりのですね何か目標を持っていただければいいわけなんですけどもまずこの理想のパートナーを披露するそのためにはですねこの一応の人恋愛や結婚が成就しない人はこの一応の人であってもですね恋愛や結婚が成就しない人は一切よく諦めるというようにする方がいいですね。で多くのの人はその 復元したいとかですねあるいはあのー、この自分が好きな人がいるんだけどもその人をどうにか自分のものにしたいとかそういったところにエネルギーを使うというふうなことをしようというふうに思っていなんかするんですけどもこのなぜうまくいかないかというのはですね相手にも重視があるわけですねうまくいってない場合はそこまでの間柄だったとっいうのでですね遺産業をかけない方がいいんですね新しい人を引き寄せるとでその時には自分の存在を世界に宣言をすると。 で本来のパートナーだったらですね出会った瞬間に響くものがありスムーズに恋が始まるんですよねだから出会った瞬間に、えー、そういうのがなかったらこれは違うんだというふうに思ったわけですよねあるいはこのこれまで出会ってたんだけども、えー、意識してなかったと何か自分が理想のパートナーというふうなものを見せた時にその時にあああの人だっていうに浮かんできた場合にはこに響くものがあるわけですね、えー、ですけども普通の、うん、そ,うそういったことよりも まず本来の,その理想のパートナーだったら出会った瞬間にあこの人だって分かるんですよね。で恋愛の方もスムーズにです、ね、始まってしまいます。で,ですからこういうふうな、えー、人をですね引き寄せることができるんですね。でその方法なんですけどもまず、えー、と理想のパートナーの特徴をですね詳細に列挙すると。身や盾や捨ててさまざまな面から見てですねできる限り鮮明にたくさん思い浮かべると。すで既に願望を実現しているかのように喜び感謝すると。これがですね一応になってくるんですね。 理想ののパーートナ特徴を列挙してこの理想のパートナーに向けてですね、意識の縁に送るわけですね。でよくあの願望実現の本の中にですね、えー、あまり細かく理想の状態を書いてはいけませんよというのが書いてあるんですけどもそれはなぜかっていうと、えー、普通の主要体でそれらは あの引き寄せようとうしてるからですね普通の理想で引き寄せるときにですね列挙しすぎちゃいますと、えー、誰もいなくなっちゃうんですねそこのところでところがこの、えー、催眠とか瞑想の状態で理想のパートナーをイメージするとですねその実際に我々はこの意識のレベルで繋がってますので実存する人を感じることができるわけんですねそれなんでたくさん特徴、えー、を列挙すればするほどオンリーワンに行き当たるわけなんですね でところがこの普通の種状体で列挙するとですね、えー、とインターネット検索で条件をですね検索,が検索欄にいろんな条件を入れれば入れるほどですね最終的にはですね検索結果がゼロというのがなってしまうんです。これが普通の種状体でやるときの,の結果なんでそれなんであまりたくさん列挙しないようにしましょうとて書いてあるんですけどもこの催眠とか瞑想の種状体の時には思いっきり列挙していってください。 これでえー、とそれで、その次にですね、今まさに実現している様子を模くというふうなことが次なんですね。それで、その時は現在経過、現在完了形でですね、実現した時にどんな余力があるかをイメージしてみると。で、ここで重要なのは、なんかいないんだよね、そういう人ってなかなかと、とかため息はつきながらですね、いつもこれまでずっと探していたんだけど、何十年間全然会えなかったんだよねとかと思いながらやっちゃうとダメなんですね。その、自分が若くしながら。 感謝しながら、もうこんな人に出会っちゃったらどうしよう嬉しいなと、んな人と結婚できたらもう最高とかっていう感じでですね、思いながら思いかべると、とても素晴らしいですね、結果になるんですね。で、その次にこの引き寄せる手段、えっ、ー、と、どんなところに行って何をすればいいのかと、自分はその、自分のこの、えー、いいところを生かしてないどうしたらいいんだろうかっていうふうなものをですね、ここのところでどんどん変えていきます。 でこの時にですね、えー、過去にこれは失敗してんだからこれは嫌な予想とかっていうふうにするんじゃなくってそれはですね、この意識の力を使わずに行ったんでうまくいかなかったんだと意識の力を使ってですねやっと大抵の場合にうまくいっちゃいますのでですね、えー、過去で失敗したものであってもですね、えー、思い浮かんだらですねそれを列挙していくと。でこの、えー、意識の力だけで引き寄せれるかっていうとそうじゃなくってこのところで引き寄せる手段を講じるので。 それもですね、その潜在士官の奥層からの,その素晴らしいアイデアというふうなものをですから人類のエイチとかですねそれからあとはですね宇宙のエイチとかっていうふうなところからもですね情報を取り,取り出すことができますんでどんどん書いていくと。で,でそれなんでこの思い浮かんだことをですね、えー、これまで実行しな,行しない思い浮かんだことを実行しないとやっぱダメなんですけどもちゃんと実行していってですねあこれがダメだったら今度はこの状況 この方法、これがどめやったらこの方法みたいな感じでですね、えー、何度も何度もこれを、えー、このワークをですね、することによってどんどんですね、えー、何をすればいいかっていうのはより明確になっていくると。それで、その次に対象にエネルギーを送ると。で、まず、うん、まだ見ぬパートナーをイメージしましてですね、意識の中で優しく進み込むと。そうすると、気のエネルギーが相手に送られましてですね、で、出会えて結婚できた喜びを感じるというふうにすることによってですね、より、えー、相手のですね、 に対して、ね、意識のエネルギーをきちっと送ることができるようになってくると。でこの意識のエネルギーを送る時に何か強烈なエネルギーを送らないといけないかなというのは思いがちなんですけれども優しくですね意識の中で包み込むこれだけで、えー、きちっと相手にエネルギーが送られますんででこのでそれでこのそれでこの1回送っただけじゃダメなんですよね2回3回というような感じでこの 1>, 1回のその催眠中にはですね1個の時だけでいいんですけどもこれをですね何度も何度も繰り返していくというふうなことをしていますでそうするとうまくいっちゃいますでそれで、えー、とこの書き出し方なんですけども先ほども行ったようにですねこの進行期を3回するというのをやっていただければ思っておりますでただ今回もですね時間が短いので進行期を3回するとかっていうふうな、えーえー せずずにもですね、ずっと書き続けそれからまたですねこのなかなかこの書き出せないというふうな方はですね、えー、自分の,この思考がですね勝ってしまっているとですから潜在意識の奥底にです、ね、情報を取り出すんだというふうなことでやっていくとまるくんですねでそのうまくいくかすこのコツはですねとにかく筆を動かすとペンを動かすと、えー、アイデアが思い浮かんできてから紙に書こうというふうにするんじゃなくって えー、ペンを動かしていくうちにアイデアが後からついてくるそんな感覚でですねとにかく何度もいいから、えー、書き始めてみるとですね、えー、次のメッセージがやってきますんで頭でまとめてから、えー、紙に書こういいアイデアを思い浮かんだら紙に書こうじゃなくていいアイデアでも悪いアイデアでも何度もいいからとりあえず書いていこうというようにしてですね書いていって、えー、後で見,返し見直してみて、えー、これは趣旨選択をしていこうとていうようにするわけでまずはですね とにかく書くっていうことがですね、このうまくいかせるコツなんでですね、それをやっていってください。で、えっ、ー、と、このところに書いてあります、えー、ものはですね、えっ、ー、と、この理想のパートナーを表せるっていうふうなわけなわけなんですけども、えー、この、 理想のパートナーは引う寄せるのいいやという今回、えー、思う方はですねこれをまず何を引き寄せたいかっていうのをこのところで決めておきまして、えー、これでですねでその特徴を列挙して願望実現のあらかつき喜んで感謝して願望実現の方法を列挙して意識の演技を送ってです、ね、周知を待てばなすといこんな感じでやっていただきますとうま、ん、くいきますで理想のパートナーをき寄せたいっていう方は理想のパートナーの特徴というような感じですね ですからこの実習はですね、理想のパートナーに作っておりますので理想のパートナー以外のものをですね、たい場にはあがかじめですね、何を評でたいかというのをですね、このところで書いてみてください。 でそれからまたこのすでに結婚先ほどもあったようにですね相手をよく知るというふうなこととあと自分をよく知るっちことで自分はどんなパートナーを理想にするんだろうかっていうのをですね、えー、ここで挙げてみるというのも自分自身を知るというので非常に役に立つと思いますねでそうするとこの自分が挙げたとパートナー像と現在の自分のパートナー像っていうのを比べてみてですねで足んないものが相手にあったら それについて、えー、相手とですね、話し合って、えー、そういうところをこうやって改善してほしいんだけどという,ような感じで,ですね、やっていくと2人の間がより良くなっていくというふうなこともですね、起きたりしますしそれからあとなんかこの夫婦喧嘩かが絶えないんだよとか私は普段からパートナーに対する不満が絶えないんだよといった場合にはです、ねえー、と多くの場合には漠然としている不安とかですね、なんかほんの些細なものが大きくなっているわけで。 そういったものもどういうのものだかっていうのをです、ね、知るのにですねこのワークは役に立ちますのでですねこの、えー、と実際にです、ね、聞き込んだ方も見込んだ方もですね、えー、この「理想のパートナー」というテーマでですねやっていただくっていうのが一番いいんじゃないかと思うんですが、まあ、あのどうしても,もう理想のパートナーをい,いよっていう場合には別のものをです、ね、本当に勉強し合っててより今の夫婦の間柄を深めたいという,ふうな場合にはですねあのこのまま このままやっていただいてですね、えー、見るというふうにするとですね、えー、お互いの自分の考え方が変化してくるとかお互いに対するですね、見方が違ってくるということが起きてきますのでですす。ね、人生がままよよ変化してきますそれではこれからですねえ催、ー、眠の状態になっていただきましてこのワークをですね行っていきましょう。 時間の方はこちらの方で測っていますのでとにかく筆を動かす思い浮かばないというふうに思わずにですね筆を動かしてですね思い浮かばせると催眠というのは彼自身の主体的な努力の結果なんでですね思い浮かばせようと思うとですねやってくうちに次第に思い浮かんでくるものなんですよねこれでもうすごくいいアイデアだけを思い出そうとかっていうにしちゃうとダメなんで何でもいいですからと思い,思い浮かべたものをどんどん書いていくとそうしていく練習をすることによって で実際に、えー、最初のうちはですねあまりい外で思い浮かんでこなかったんですけどもい外でがですね思い浮かぶようになってきましたんで回数を重ねれば重ねるほどそしてこの方法を一回試すだけじゃなくって何度,何度も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 やっていくうちにですね、えー、この自分の潜在意識からのメッセージを引き出すコツが分かってきたりとかあるいは、ね、潜在意識にですねこういうふうな、えー 願望実現の暁を喜び感謝するというふうなことがですね、上手にできるようになったりとかですね、していきますんで。ですから、えっ、ー、と、この継続は力なりというようなことでですね、このメ,メンバーサイトを用いてですね、何度も何度もですね、これをやっていただきますと、えー、本当にですね、願望実現がですね、得意になってしまいますので、えー、楽しみにしていてください。それでは、いいでしょうか。これから、えー、 理想のパウダートの引きをする。そういったですね。ええ、催眠を行っていきましょう。さあ、いきます。目をつぶって大きく深呼吸を一回してください。両手の指の中にギュッと握りしめ、目ギュッとつぶり、歯を食いしばる。お腹いっぱいに息を吸い込んで、一旦止める。全身にグッと力を入れて、数を三つ数えたら息を吐きます。一つ、二つ、三つ。 さあ今一度両手の指の中にギュッと握りしめ目ギュッとつぶり歯を食いしばるお腹いっぱいに息を吸い込んで一旦止める全身にグッと力を入れてつま先から頭のてっぺんにある筋肉という筋肉に顔が真っ赤になるぐらい力を入れて数を4つ数えたら口から息を,息を吐きます1つ2つ3つ4つああ さあもう一度両手の上を中にぎゅっと握りしめ目ギュッとつぶり歯を食いしばるお腹いっぱい息を吸い込んで一旦と止める全身にぐっと力を入れつま先から頭のてっぺんにある筋肉手筋肉に顔が真っ赤な力を入れて数を5つ数えてから口から勢いよく息を吐きます一つ二つ三つ四つ五つあつま先に意識を向けてくださいつま先から 力が抜けた。かかとから、力が抜けた。足首から、力が抜けた。ふくらへんから、力が抜けた。膝から、力が抜けた。 ももから力が抜けた。深くから力が抜けた。膝から力が抜けた。ももから力が抜けた。お尻から力が抜けた。 お腹から力が抜けた。両足から力が抜けてとってもいい気持ちです。両足がだらとしているところイメージしましょう。呼吸ともに3両足から力を抜けていきます。大きく深呼吸を1回してください。とってもいい気持ちです。 さあ、今度は、お腹から、力が、抜けた。腰から、力が、抜けた。胸から、力が、抜けた。背中から、力が、抜けた。肩から、力が、抜けた。肘から、力が、抜けた。 手首から力が抜けた手のひらから力が抜けた指先から力が抜けた両手から力が抜けてとってもいい気持ちです両手がダーラッところにイメージしましょう呼吸ともにインサイド両手から力を抜けていきます 大きく深呼吸を一回してください。とってもいい気持ちです。さあ今度は肩から力が抜けた。首から力が抜けた。顎から力が抜けた。 歯から力が抜けた。唇から力が抜けた。鼻から力が抜けた。頬から力が抜けた。耳から力が抜けた。目から力が抜けた。まぶたから力が抜けた。 眉から力が抜けた眉間から力が抜けた額から力が抜けた頭のてっぺんから力が抜けた全身から力抜けてとってもいい気持ちです体全体がダールとシュとトをイメージしましょう。 呼吸ともに、さあ、体全体から力を抜けていきます。そう。菊呼吸を3回してください。 深呼吸が3回終わったら草原に佇んでいるところをイメージしましょう。どこまでもどこまでも続く緑の草原です。空の色がとっても青くて白い雲がぽっかりと浮かんでいます。太陽の光がとっても優しくてそこにいるととってもいい気分です。どっからともなくとっても心地よい風が吹いてきました。その風に髪がなびいています。 その風に前の草木がたなびいていますその風に吹かれているととってもいい気分ですあたりをぐるっと目立してみましょうすると不思議なことに地面に扉がありますドラえもんのどこどもドアのような扉を思い描いてくださいそしてその扉のところまで行って開けてみましょう扉を開けてみるとそこには心底に続く階段がありますそうですその階段は 今回、催眠のために作られたあなただけの特別な階段です。その階段を一段ずつ降りていきましょう。階段を一段乗りごとに催眠が10倍ずつ深くなっていきます。一段、二段、10倍、100倍、1000倍、1万倍、10万倍、100万倍。どんどん深くなっていきます。どん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 階段を降りていって、一番下に着く方にはとっても深い催眠状態になっています。どん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 降りていきましょう。 どん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 降りていって一番下に着いたら目の前にもう一つの扉をイメージしてくださいそしてその扉を開けますするとそこにはとっても素敵な部屋がありますそうですその部屋も今回の催眠のために作られたあなただけの特別な部屋です部屋に入ってみましょう部屋に入ってみるとそこにはとってもそれこっちのさそうな人冷やしのついたテーブルがあります椅子に座ってリラックスしてください部屋のレイアウトはあなたが好きなようにイメージしましょう イメージするとそのように変わっていきます。あっという間に7とこのみの部屋が出来上がりました。さあ私の言葉に意識を向けてください。私の言葉が大切です。周りから聞こえてくるさまざまな音、風の流れ、光の変化は今回の催眠を深めるためのバックグラウンドミュージカルと思ってください。私の言葉が大切です。私のとを聞いていると本当 リラックスしたいい気分になります私の言葉に意識を受けているととっても深い催眠状態に入っていきますいつでもどこでも私の言葉を思い出すととってもリラックスしたいい気分になります私の言葉が大切です私の言葉にしっかりと意識を受けてくださいさあこれで深い催眠の状態に入りましたこの状態において 理想のパートナーの条件を列挙するということを行ってみましょう紙とペンを用意して理想のパートナーの条件とは何かまずこれを書き出してみてくださいはい始めてくださいさまざまな側面から 感じ取って、紙に書いてみましょう。朝起きた時とか、一日をイメージして、その時々にこんなふうなことをしてほしいというふうに列挙していってもいいですし、旅行した先をイメージしたり、それから日常生活の様々なシーン、この時にこんなことをしてくれる人、こうやって書いていきましょう。なるべくネガティブなことを書かずに、ポジティブなことで。 やっていってていくネガティブなことが分かってきたらそれをポジティブなことに書き換えるとしたらどんなふうに書き換えられるかそれをですね、えー、書いていってください。分かりやすいように分かりやすいように難しい言葉じゃなくてなるべく変異な言葉でどんどん列強していきましょう。 さあ今書いてあることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。 さあ今度は願望実現の暁喜び、感謝ををするとといい。うことを行ってください自分ちの理想のパートナーがとに出会えててあるいは結婚できてあるいは結婚してる人は理想のパートナーがこんなふうなことをしてくれてとっと喜びそしてその喜んでる様子を感じ取ってかそういったことができて嬉しいという感謝 そこまでしていってください喜び感謝すると願望実現のおかつき喜び感謝している様子を紙に書いてください 今書いてることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してくださいさあ今度は願望実現の方法を列挙してみましょう。理想のパーートナーに出会い 幸せな結婚するには何をしたらいいのか頭の中にも浮かんでくることを支選択せずにどん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 列挙していきましょう あ、めかていることを書き終えたら雨をつぶって深呼吸を3回してくださいさあ今度は意識の余韻を送ります引き寄せたい 理想のパートナーを思い浮かべその人に対して優しく包み込むイメージの中でその人のことを優しく包み込むそのようにしていると相手に意識エネルギーが送られますそして相手に意識のギーを送った時にどんな感じがしたかを紙に書いてください。 意識の演技を送りながらどんな感じがしてるか紙に書いてください。 さあ今からやることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください <noise> さ今度は執着を手放すということを行いましょうさあもし自分ちにが 幸せなな結婚はできなかったらどううしようそのような恐れとかこそんな願望実現の方法を列挙はしたもののそんなことをするのはめんどくさいなとかそれからどうしてもどうしても理想のパタートナーと結婚しないとまずいんだというそういう執着恐れやチャレンジや執着それらを思い浮かべ 目の前にとうとうとと流れる宇宙のエネルギーの流れ天の,の天の川のような宇宙のエネルギーの流れを巻きその中に投げ込んでしまいましょうさあもしいいできなかったらどうしようっていう恐れそんなことやるのは大変だと思うチャレンジそして絶対にそれをしなきゃいけないんだっていう執着それらを思い浮かべ 自分自身がこのテーマに対してどんな恐れやチャレンジや執着があるかそれを思い浮かべそれを目の前にとうとう流れる宇宙のエネルギーの流れの中に流れ込んでしまいましょう。 さあこんなイメージをしてみてください私はしっかりと願望実現のための仕事をやってきた願望実現のために必要なことをやってきたあとはうまくかどうかは天に任せよう天が私に適切な回答を示してくれるさあ天に任せよう そして自分の執着を完全に手放してしまいましょうそうすると心がふわっと楽になりよりパワフルなひきょせな音のエネルギーを発することができますさあ執着を手放しましょう全部天に任せてしまいましょう私は四方八方手を尽くしたあとは天に任せましょうと とても安らいだいい気分ですさあそしたら意識をゆっくりと肉体の置かれている時間と空間に戻します意識を階段降りていっての中の椅子に座っている自分自身に戻してください椅子に座って大きく深呼吸を一回してみましょう そして、椅子から立ち上がり、扉を開けて階段を上がっていきます。階段を持ちがるごとに、催眠からどんどん冷めていきます。どん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 階段を上がり、一番上については扉を開けて、草原に佇んでいる様子をおまえてください。どこまでもどこまでも続く緑の草原です。空の色がとっても青くて、白い雲がぽっかりと浮かんでいます。太陽の光がとっても優しくて、そこにいるととっても 気分ですこれから数を1から10まで数えると意識が爽やかに戻ります1つ2つ3つ手と足に力を持ってきました4つ5つ6つ体全体に力を持ってきました7つ8つ9つ意識がはっきりしてとってもいい気分ですと爽やかに意識が戻ります と、手と足の指先を曲げたり伸ばしたりしてください。手首、足首を曲げたり伸ばしたりしてください。体全体の筋肉にぐっと力を入れて意識をしっかりと戻しましょう。意識を戻したら軽く伸びをして、ゆっくりと目を開けてください。さあ、どうだったでしょうか。これをですね、えー、何度も何度も。 願望実現するまでですね、繰り返していっていただきますと、えー、着実なですね、願望実現方法っていうのをですね、身につけることができます。数回で、えー、できなかった数回やってうまくいかないといってですね、諦めるんじゃなくてですね、えー、毎日毎日ですね、これをですね、やっていくというふうなことで、えー、うまくいけますんでですね。それで、えっ、ー、と、この時にですね、より願望実現を上手にする方法というのが、 あるんですよねそれは願望実現のですねもう極意っていうふうなものにもまあ当たるわけなんですけども、えー、それからそれをですねお伝えしましょうそれはこの催眠療法を受けるというふうなことなんですよねでこの世の中でですね、えー、一生懸命努力してるのになかなかものがです、ね、成就しない人とちょっとした努力でですねうまくいってしまう人 うまくいかない人から見してみればですね悔しくてしょうがないというようなそんな話になるわけなんですけれどもそれはなぜかっていうと自分自身の中のです、ね、自己肯定感の差自分はこれでいいんだというふうにですねいかに思うかといういつもいつも今の自分と、えー、理想の自分は違うんだと私はいつになったら幸せになれるのなかなかになれないとかっていう,う、ね、ういうふうに心の中で思ってしまう人と今の自分もとても素晴らしいとなんて私は幸せなんだろうというふうにですね普段から思うという。 そういうふうなことができるかできないかによってですね、えー、願望実現がうまくいくかいかないかいいとは人生がうまくいくかいかないかっていうのがですね決まってしまうとでそれをですねうまくいかせるというのがこの催眠療法に、ね、なるわけなんですねえー、とそのですねやり方なわけなんでやり方っていうのは説明なわけなんですがこの、えー、今日もですね少し聞いていただきましたが催眠について多くの方は誤解しているとそれからその催眠のですね上手な やり方とかっていうのも多くの方はご存じないと。で、それなんで、まずこのラディアンスのですね、一番最初は、えー、催眠療法を受けに来ていただくとですね、催眠の詳細説明っていうのをこうやって行っていますで。2時間ぐらいかけてですね、じっくりと催眠というふうなものこういうもので、こうやってやるとうまくいきますよっていうですね、催眠の詳細説明。で、えー、とその次にですね、年齢対抗っていうのをやるわけなんですけれども、実際に意識をですね、えー、子供時代に戻して、 そして一番最初はお母さんについてのさまざまな思い出というふうなものをですね振り返ってそれでお母さんについての心の傷っていうのをどんどん癒していくとでその次のお父さんについてっていうのを癒してきましてそれからあと私たちのですねえっ、ー、と意識っていうのはこの意識だって性格の核の部分は3歳以下に作られたわけでその3歳以下がどんなふうになってるのかっていうのをこのところで探っていきますでこの3歳以下を探るっていうのはですね非常にこのすごい、えー 技術がありまして、ね、アメリカの陸軍が使っていたリモートビューイングというですね、そういった方法を用いて山菜化を探っていくという、えー、すごい方法があるわけですよね。そうすると自分の山菜化はこんな問題があったともしその問題が解決できたらどんな自分なんだろうと思ってですね、自分の未来をシミュレーションしていくとでそうするとあこんな素晴らしいことが起こるとじゃあそれを実行するにはどうしたらいいんだろうかそれは日々の自己細胞をやっていけばいいんだよなというようなことでですね えと自分がですね、えー、自分の人生を有くする方法と、えー、その具体的なですねやり方っていうのはこのところです、ね、分かってしまうという、えー、そういうふうなですねことができてしまうのがこの、えー、標準コースの1回目と,で,、えー、とでですね今度はそれを行ったら今度その2日目にはですねこの朝9時に来ていただいて、えー、と1回ですね大体、えー、と2時間ぐらいです 1>, 1時間半の催眠療法を行って30分ぐらいちょっとあのコンサルみたいなことをやってですね休み時間も含めてコンサルティングをや,やりましてこれで、えー、この朝の9時から夕方の6時まで3つ、えー、やるわけなんですけども途中でお昼ごはんは一緒に食べに行きますけどもこれで2日目になりましたと今度は、えー、と朝の9時に鍛えて夕方の6時にですねまでの間に過合性回帰前世療法っていうのをやるわけなんですよね。えーと 過去前世療法の正式な英語の名称なんですがパーストライフ・リグレッションというふに言うわけなんですよねですからパーストライフ・過去性それをリグレッションで回帰する療法っていうのでセラピーっていうような感じなわけなんですけども過去性回帰療法前世療法ですねでこっちの年齢対抗療法っていうのは潜在意識の中の、えー、記憶なんですけども、えー、現在の自分が覚えてる内容と潜在意識の内容っていうのを照らし合わせるのでですね えー、潜在識の情報を取り出すやり方はこれでいいんだっていうようなことのです、ね、自信がこのところでつくわけなんですよね。でこっちの方は前世ですから自分が見たり聞いたりしたことはないわけですよね、現在の自分が。で、その情報をいきなり取り出すっていうのは、えー、と無理なので、これを一回ワンクッションかましてから、それからまた現在の自分っていうのをしっかりと、現在地点っていうのをです、ね、しっかりと見つめてから、こういったものを探っていくと。これで で、一番最後にですね、人生の目的は一体何なんだろうかっていうのをですね、見てしまうと。この人生の目的がですね、非常に素晴らしいものが見えてくるんで、これが、これを受けたいがためにこれを受けるっていう人も結構たくさんいらっしゃいます。で、その他に年齢対抗コースっていうのはこれがありまして、2日がかけてこれを行うわけなんですが、2日間もう時間が取れないっていう方のためにですね、まず1回受けてみましょうと。で、別の日にこれをやったらいいですよねっていうような感じなわけなですね。で、こっちの全世コースっていうのは、うんと、どうしても、 前世を最初から1日目で受けたいんだっていう人のためにですね、これがあります。ですけども、これは前世というふうなものを体験はできるんですが、この2日間かけてみっちりとですね、いろんなことに気づくというふうなのではなくて、ただ単に前世を知るというふうなことで終わってしまいますので、えー、おすすめがですね、これになります。えー、2日間もかけて、 やるなんていうのはまだ催眠がうまくできるかどうかわからないのにとかっていうのはです、ね、心配をする方もいますけどそういった心配は一切ありませんのでですねもうどうしても心配だっていうふうな方はこちらから受けてでこっちを受けるというふうにするとですねいいですね。でこうやってやってやるんですけどもこのさらにですね詳細なんですけども先ほどもお母さんについてやっていただいたように催眠時の意識状態っていうのはですね 頭の中が全て子供になってしまうんじゃなくて子供の意識と大人の意識が同居しているというふうなことなんですね。でそうすると年齢対抗時は子供の意識と大人の意識の両方が存在するために知識経験の少ない子供時代に誤解してできるのと知識経験の豊かな大人しく楽しく感じられるというふうなことがですねできてしまうんですよね。で子供年派のいかない子供時代にはですね本当にあのえー、と もう小学生とか中学生、高校生とかって見てみますとですねあの,その少ないですね、えー、知識で世の中を渡っているというのはこれはすごいことだなって大人になってみるとですね思うわけなんですけどもそれはでたくさんの失敗をしてですねたくさん傷ついてしまうわけですよね。でそれをですね、えー、知識や、ね、経験の豊かなお楽しくで,ですねもう一回、鑑賞を直してみるとですね非常にいろんなことが分かってくると。いで で普通の正体でもですね子供の頃のことは思い、振り返ることができるんですけども、普通の正体で思い出すのは誤解していた子供時代の出来事なんですよね。ですから、誤解していた子供時代の出来事じゃなくって、実際に本当に何が起こっていたんだろうかっていうですね子供時代の情報をですね、催眠の状態になると取り出すことができるんですよね。ここれからまたこのおー お父さんやお母さんのことを嫌いっていう人が結構いたりなんかするんですけどもそれからお父さんやお母さんのことをそれほど嫌いではないんだけどもなんかあ,のあんまり好きじゃないんだよねとかというようなことが起こるんですねなぜかというと私たちっていうのは生まれた時にもうお父さんやお母さんは大人でそこにいたわけですよねで子供たちの自分っていうのは非力で一人では生きていけないとお父さんやお母さんの世話がないとですね生きていけないわけなんで。 これで、えー、と小さいあの1歳とかまでのうちはですねもう完全にお父さんお母さんの言いなりになっているわけなんですけどもところが当然、2歳、3歳になってくるとですね何かいろいろ思うところがあると。で、この時に、えー、例えばお父さんがです、ねえー、約束っていうのはおんなきゃいけないんだよとかって感じで,ですねいつもいつも言ってたのにお父さんがですね、えー、今度のお休みの時にきにどうせ行こうねって言ったのが仕事が入ってしまってどうせ行けなくなってたんだよとかって感じで。 な,んてなんかするとお父さんはいつも嘘ついちゃいけないのにっていうふうにお父さんが嘘作るって感じでですねなったりとかそれから、うんうん、お母さんの方はですね人に親切にしていかなきゃいけないのよとかって言いながらもですね何かちょっとミスをするとですね俺はさん叩くとかつってなんで大人のくせに叩くんだとかって感じでですね反感をだんだん持ってきてあるいはそのお父さんの悪口をお母さんがいつも言ってたりとかお母さんの悪口をお父さんがいつも言ってたりとかそういうのを聞いてみると子どもの場合には 正しい情報っていうのが分かんないんで、えー、それが本当だと信じてしまったなんかするわけですねでそうするとだんだんお父さん嫌いとかお母さん嫌いとかっていうのが始まっていってしまうとまあ他にもいろんな原因があるんですけどもそういうったううなんかすると。でそういう時にどういうふうなことをするかっていうとお父さんの子供の頃のことを心の中であの催眠中に思い描いてみるとほいで自分がちょっとだけ年寄りになって一緒に遊んであげるとお母さんの子供の頃のことを、えー、催眠中に思い描いてみると そして自分がちょっとだけ年をもって一緒に遊んであげるというふうなことをすると、最後の最中っていうのは、先ほども体験していただいたようにですね、様々な場面をものすごくリアルにですね、体験することができますので,で、そうすると、あなたがちょっとだけ年をもって一緒に遊んであげたり、話を聞いてあげたりすることによって、子供の頃の両親を感じることができると。実際に、お、うん、父さんやお母さんのですね、子供の頃のことを、 十分に知らなくても、えーと、もしお父さんが子供の頃だったら、お母さんが子供の頃だったら、どんな感じなんだろうなっていうのが、ね、イメージできてしまうんですよね、心の底を覗いていくと。そうすると、理論的ではなく、心の底から、両親もつらい用事があったり、ミスをすると自分と同じ人間であるということが分かるだけでなく、腑に落ちると、潜在意識の中にですねその思いをダイレクトに入れることができるので、この腑に落ちるというようなところがいくですね。そうすると、両親というのは心からの間合ができてしまうという、こういうすごいことができてしまうんですね。 やっぱりあの親子関係です親子ですからですねいつまでも仲良くしていたいものなんて。えー、だけども本当の些細なことでですね、えー、あるいは些細なことじゃなくて致命的なことをお父さんお母さんがしてしまったとしてもお父さんお母さんの子どもの頃のことを振り返ってみるとああお父さんお母さんがそんなひどいことをするのはお父さんお母さんも子どもの頃にとても辛い思いをして、えー、これまで育ってきたからなんだなっていうのもですね分かってしまってものすごく高い視点から、えー、現実をですね 見るることができきようになってきますでそれなんで両親との心からの会話ができると。これで,で先ほどのこの、えーと「怒っては物を破壊する」とかっていう人がですねこれがですねあのすっと収まったのもこれ,これにですね気が付いたからですねこれをちゃんとやったものでですねそれでこれができるようになったと。これまた「インナーチャイルドのやし」というふうなものも行ってしまいます。 イインナーチャイルドって,言ってですね、えー、心の奥底にあるですね身分から子供の時代の思いとかっていうのがです、ね、ありまして、えー、で心の傷っていうのはの結構たくさんあるんでそれを目の前にそういった、えー、インナーチャイルドをイメージしてですねそれで、うん、催眠中なんでこれもまた非常に鮮明にイメージができるんですけどもでこの大人の自分がですねこのインナーチャイルドに向かってですね子供の頃のつ,つらかった思いをいろいろ聞いてで慰めてあげるわけなんですね。 こううしししてて欲しかったものをこのだけでげてしまうと、えー。大人になってくると子供時代に欲しかったものっていうのはですね容易にああの手に手入れるることがでできるわけですよね。それから手に入れられないものっていうのもあってなんかするわけなんですけども例えば長男だったりなんかした時にはお姉ちゃんお兄ちゃんが欲しいとかですねそれから、えー、と一番下だった場合にはあの妹や弟が欲しいとかですねあるいはお父さんがお家にいて仕事ばっかりでお家にいてくれなかった場合にはお家にいつもいてくれるお父さんが欲しいとかですね お母さんがいつも叱ってるお母さんの場合には優しい優しい怒らないお母さんが欲しいとかとそういうふうなものをあ、ね、げることができてしまうわけですね、えー、それでですね、そうすると心のモヤモヤが取れてですね、過去に引きずり回されなくなってですね、自己肯定感が百的に上がるというふうなことが起きてしまうとでそれなんでそれもまたこの、えー、とても幸せな思いをですね、ダイレクトに潜在意識に入れることができるので、えー、このインナーチャールドを癒すことができてしまうわけですね でそれからまたすごい話なんですけれども、えー、先ほど潜在意識の中にある、えー、子供時代のデータっていうのを、えー、拾い上げるとかっていうようなことを言ってましたけれども我々の意識の構造っていうのはですね実はこうなっているのでこのことを言ってるのはこの、えー、日本にユング心理学を紹介した第一二者兄弟の名誉教授のですねー・ハヨ氏がこんな感じで言ってるわけなんですよね。 これで、えー、と私たちの意識下にさまざまな人格が存在するんだと、えー、こんな感じで,ですねさまざまな人格が存在するんだこでこの人格のですねこの一番上の部分この部分の情報を取り出すのが、えー、年齢対抗療法なんですよとそうすると自分の生まれてから、えー、これまでのことがですねよくわかるとそれからまたその下にある人格というふうなもののデータを取り出すと時代も国も人も 性別も違っった情報がやってくるとでこれを全世療法というふう呼ぶということなわけなんですね。ですから潜在意識の中の情報の取り出し方一番最初やるのは年齢対抗療法で、えー、ここからの情報を取り出した時に表面識でもですね覚えてるわけですね子供の頃のことを。そうするとここからやってきた情報と自分が覚えてることと、えー、そのものすごく差があるわけじゃなくて覚えてるようなことが思い,思い浮かんでくるので潜在意識からのデータの取り出し方がですね ととてても上手になってくるんですねで。そうして上手になった上でこっちの方のデータをですね、取り出すというのをやっていくとですね、えー、と違和感なくこういったデータを取り出すことができるようになってくるんですねでそうしていくとこれが時代も国も人も性別も違った前世というふうな感じで、えー、取り出したわけですねで,ですけどもこのさまざまな人格全体ででさまざまな人格全体でですね 我々のですねね性格が形成されてるわけですよ、ね、ですすから潜在意識の反応パターンというのは子供時代にできたものだけじゃなくてこういったものも影響をしているわけですね。でどうしてうんこういった情報がここに入っているのかというのはまだ現代科学では分かっていないんですけれども入っていることは事実でまたこれ全体で自分の性格が形成されているということも事実なわけなんですね。でそれなんで前世療法というふうなものを使ってですね、えー、性格改善というふうなものを だから前世っていうのは本当にあるかどうか分かんないんでそんなことやってもしょうがないじゃないかっていうふうに間違ったことを言ってる人いるんですけどこの自分の性格がこれだけでできていたらそれは正しいんですけどこれも入ってるわけですね中にでそれなんで前世でやっていくっていうのは非常に重要になっているわけですねそしてこの前世というふうなものがなぜこのデータが入っているのかっていうのは分かんないんですけどもえっ、ー、とこれがですね 魂が存在するというふううななこととととをを仮定すすると解釈がしやすくなってくるとで魂というのはですね、えー、最近は、えー、と魂の存在を肯定するお医者さんたちというのがですね増えていきまして自分の本職の立場から魂というのはあるんだというのをです、ね、本に書いてる人たちがたくさんいるわけなんですけどもですねでそうやってやって魂があるというふうにしてみるとで魂は何のために、えー、と人間の体の中に入ってくるのかといいますと。 魂自らの成長のためにですね、入っていくわけですよね。これで、魂がこの肉体でどんなことをしようかっていうのの人生のプログラム。これを作ってですね、で、この中に入ってこれを実行していくという風なことがこの人生になったわけですね。で、それなんで、人間として見たら、全人でありたいわけなんですけども、全人ばっかりやってると、全悪の区別がつかくなってしまうと。それなんで、ご角人の人生をやってみようっていうんですね。なるわですね。だから、世の中がなかなか、 から悪がななくらというふうなものも体験する必要があるか人間にとって必要かというとそんなことはないんですけども魂の学びというふうなものがあったらですね必要になっているかとそれでそれから女性ばっかりというと男性のことが分かんなくなってくるの、ね、で男性がやるとアメリカ人ばっかりやっていると他の国の人のことが分かんなくなってくるのでエジプトチのやったりとか日本中ーやったりなかと。 凡人ばかりでいるとその人生はつまんないんで有名人の人生もやりたいなというようなことですね。なったわけですねですから自分が全世療法をしてご確認の人生が出てきた。だから今自分はひどい目に遭ってるというふうに理解するんではなくてですねもういろんな人生を体験してるんだというふうなことで,でこれらが全部現在の自分に影響してきてるんですよということになるわけですねで。それなんでこの全、えー、世療法をすることによって 年齢体育をする時にここにプラスの,レの情報を入れるというのは同じように全成量をすることによってここにプラスの情報を入れるとで。ここにプラスの情報を入れるというふうなことをですね全成量法からの用語としてそうねの意義放をするというふうに言うわけですね。昔全成量法っていうのがですね世の中に知られるようになったり、頃っていうのはこういったことなんていうのは分かんなかったわけですね。現在はこういったことが分かってくるんでここにプラスを入れるというふうなことが えー、このプラスでマイナスのエネルギーと相殺させるっていうふうなことがですねこの想念のエネルギーの解放というふうに言うわけなんですよね解放する解放というふうな定義が、えー、相殺するとプラ,スで相殺プラスとマイナスで相殺するっていうのは相念のの解放というふうに言うわけなんですけどもそれからソウルメイトっていうのは何かっていうとですねこうやって見ていただくと分かるようにですねこの、えー、と人生においての主要な、えー、メンバーっていうのはですね 役割を変えてですね、えー、こっちの方に来てるわけですね。でこのように、えー、と魂はグループで転生するとううに言にわれておりましてそれで、えー、役割を変えてですね、えー、転生してお互いを磨き合うというふうなことをするわけなんですがですからこの、えー、今世のです、ね、お父さん自分にひどいことをして、えー、なんか父,親ら父親らしからぬことをばかりしてるとどうしてお父さんはこんなひどいお父さんなんだろうと思ってですね 前世に言ってみますとですね前世ではですねこの敵をやっていたと、まあ、こうやってやって魂の学びをするわけなんですねある時は敵ある時には親子みたいな感じですねで魂の学びをするわけなんですけどもところがこの時にですね前世療法をやってこの部分にプラスノーエンジニグを入れてあげれば、うん、と敵対とかっていうふうなものはもうする必要がなくなって仲の良い親子関係がこのところで構築される、うんですからこの前世療法っていうやり方っていうのはですね 一生を通じていろんな人生を通じて魂の学びをするというふうなことじゃなくてあのこの自分が生きている間にたくさんの前世をすればするほどですね、えー、たくさんの魂の学びをすることができるというふうなそれもでさまざまな側面から体験できるんでですね素晴らしいこ,のことが起こるわけですねそれから例えば今世の恋人、えー、出会った時にですねだから昔から恋人のような気がするというのででですねであのお付き合いを始めたと。 そうしたときにですね、なんか、えー、この恋人同士なのように、なんか喧嘩ばっかりしてしょうがないんだよねと思ってですね、全、えー、世を閉めたら、全世料は悪さい場だったのかみたいな感じなんですね。で、その想念の意味を外してあげると、良い恋人同士になれると。それから、仕事上の上司ががみがみかむけがうるさいと。どうしてこの人ってこんなにうるさいんだろう。で、全世を閉めたら、がみがみが多いしゃったのかと。で、この想念の意味を外してあげると、良い上司部下になると。自分自身も、なんだか知らないけど、変な癖があると。 でどうしてこんなことになったのか、えー、幼児期を振り返っても、一向にその原因が出てこないと。で前世療法してみたら、ああ、前世でも同じ癖をしていたと。じゃあ、この想念の意味を外してあげたら、その癖がなくなるということで、で前世療法の効果は絶大になってくるわけなんですよねで。それから、この一番下の人生の目的なわけなんですけれども、人生の目的というのはどういうのかっていうとですね、この魂の傾向の段階に戻りと。ですから、この人生のですね、このプログラミング。 人生のプログラムこれをやってるところにですね意識を戻すとそしてですね今世の目的その実行方法を魂から聞いてみましょうとで魂というのは肉体を持つ前にその肉体でどのようなことをするかあらかじめ決めてきているとこれを運命というふうに呼ぶんですけどもで運命というのは限定されたものこの一本道のように限定されたものじゃなくて樹木の枝葉のように多くの選択肢の集まりが運命なんですよねでこの魂は前世をも含め 他の多くの魂との間で、今世どのようにつながれますか、綿密に計画をしてきている。ですから、いろんなこの選択肢があって、ですねそれをですね今,あの今,今世はどれを選ぼうかみたいな感じで,ですねこの選んでいるわけなんですけども、ところが、この魂の学びというのがですね、えー、があればいいわけで、この枝葉、 こを使ってですね、魂の学びができるし、こっちを、これを使っても魂の学びができるし、これを使っても魂の学びができるというふうに、あるわけんですね。で、ここで、例えばの話なんだけども、こっちは不幸な人生、こっちに、こ,この、これなんと中,中央でですね、こっちに行くと不幸な人生、こっちに行くと幸せな人生というふうに、あの、あったときにですね、大体今にはこの辺は言ってるわけなんですけども、 んとなんか、この人生よりも、肉体を持ってる自分がですね、この人生よりも,もっと幸せな人生に生きたいとか、言った場合には、その、普通の状態だとこんなことができないんですけども、多分、あの、催眠の状態になると、こっちに行くにはどうしたらいいのかっていうのもですね、えー、この、実行方法を知ることができるんですね。それからまた、モンサのお父さん、お母さん、それから恋人とかですね、そういった人たちと、どのような魂の約束を、魂同士で約束してきてるのか、こういったものもですね、この知ることができてしまうんですね、ここに行くと。 なもんでですね、この人生の目的はですね非常にその有用なデータがもう大きい詰まってるところにですね行ってしまうのでとっても人気があるわけですねですから非常に役に立つことが本当にできてしまうとこれで、えー、と多くの人はですねなんか催眠療法を一回受ければなん全てのことがですね解決できてしまうんじゃないかというふうに思うんですけども受けただけでは思い出にしかならないんですよね 普通のです、ね、意識状態で何かを覚えるっていうような時にですねエビングハウスの「傍却曲線」というのがあって、えー、習ったら次の日に、えー、またもう一回振り返ってそれでまたその1週間後に振り返って何週間後に振り返ってっていうのにすると記憶を維持することができるとかっていう感じでですねそういった研究をした人がいるんですけどもこのエビングハウスの傍却曲線はですね、えー無意味な 文字の羅列というふうなものをいつまで覚えられてるかというふうなことなんで、えー、実際の,あの私たちの生活というのは意味があることがいろいろしているんですねそれと全く同じかというと同じようなわけじゃないんですけども、あのー、1回やっただけだとやっぱ忘れてしまうというのが我々の常なわけですねですから催眠療法も1回受けただけではなくてですね自宅での日々の自己催眠で繰り返していくっていうことが重要になってくるわけですね。で でそを潜在意識がしっかりと覚えるというふうなことがこの日々の自己催眠が重要というのはあるんですけどもう一つの側面がありましてで我々の,です、ね、この細胞というのが脳細胞というのがあってこんな感じでいろんな細胞とつながっているとそれで、えー、と催眠療法をやるとですねこの新たな記憶というのがで,、ね、できたりとか何か新たな目標というのを達成するための,この,この脳細胞同士のつながりというのができるわけなんですけどもところがこの つながったばかりですと、電線に例えると肌が電線と同じような感じで、漏電とかン線とかがついてしまって、十分にですね、こっちに情報を伝えることができないと。ところが、何度も何度もこの日々の情報催眠というのでですね、やっていきますと、うん、この経路というのは重要だというのを細胞が、えー、判断して、ですね、ここに随所という作用をかぶせるんですね。そうすると電線に例えると引膚電線と同じような感じになって、漏電とかン線とかがしにくくなっている。 で、それだけでなくですね、この信号の伝達速度が100倍速くなるというふうなことが起きてしまうんですね。で、そこで、催眠療法を受けただけでは、催眠の様子を忘れてしまうわけなんですけども、潜在意識の中にですね、十分な情報を入れられないんで、で、性格改善が十分にできないんですけども、こうやってやって日々の自己催眠というのを繰り返していきますと、脳の中にですね、自分の人生を良くするための高速脳内ネットワーク作りっていうのができてしまうと。 で、これを通常化するまでにかかる日数が100日から数十年というふうに言われているのでこれは昔の人はですね経験、えー、的に知っていてお百度回りという言葉を作ったというふうなわけですですから受けただけじゃなくて日々の自己催眠を続けていくというふうなことが重要になってくるで、この日々の自己催眠を行うことによって得られる催眠の効果を知恒性の効果 年齢対抗とか全身療法とかができるというようなことは即効性の効果というふうに呼んでるわけなんですけどもこの遅効性の効果というのが非常にですね役に立つんですよね。おいで、ところが、えー、多くの催眠療法をやるところはですね即効性の効果しかですね、うん、知らずに即効性の効果で全身療法さえすれば、えー、年齢対抗療法さえすればそれうまくいっちゃうんですよとかって感じで言ってるんですけども えー、受けただけだと、先ほどもお伝えしたように、ですねちゃんと潜在資クの中のデータが入れ替わらないわけなんですね。で、それなんで、えー、思い出にしよないわけですね。ところが、ライアンスの場合には、ソニーでこういったことを研究してきたので、ですねその辺がセンサが潜在資格がよく分かっていると。で、それなんで、自宅で自己催眠を行われるようなアフターサポートをつけている。ですから、着実な遅攻性の効果、自己改善ができるわけなんですね。で、そのために、えー、と自己催眠の誘導ファイルというのを渡してあります。 お渡ししますネットからダウンロードできるようにしておりまして、そして、それから日々の自己催眠110時間というワークブックがありまして、ですねこのワークブックにのっとって自己催眠をですね繰り返していくと、どんどん地効性の効果というのを発揮できて、自己改善ができるん,ちゃうんですねで。それから、この2つのですねアイテムを渡すだけだと、やっぱり人情としてですねな,なかなか続けられないとかというのがあるんで。 6年間もの何件あったらメールサポートっていうのを行います。で、それなんでですね、えー、こ,のこのメールにですね、返信をしていることによって、新、え、築、ー、状況を報告したりなかする。それからいろんなこのメールにですね、えー、あれをしてください、これをしてくださいとか感じでですね、アドバイスが入ってきたりなかする。で、そこでさらにこの効果をですね、しっかりと発揮できると。さらにこの催眠の記録の認定っていうのを行っちゃいます。催眠の意識状態っていうのは、我々がですね、 なんか、えー、ふとした瞬間に弱いアイデアが浮かんでくると、例えばアルキメデスがお風呂に入っている時にあの浮、ー、力とかっていうので,で、すねアルキメデスの法則を発見したとか、えー、そんな感じでぼーっとしている時には、です、ね、なんかいいアイデアが浮かんでくると、で,でその時にですねメモ帳を持ってると、普段のなんかふとした瞬間にい,いアイデアが浮かんできた時にメモ帳を持ってると、そのアイデアをですねメモをしていくことができるんですよね。それと同じような状態に、えー のの時にはなっておりますので,でそうすると、催眠中にですね、いろんないいことを喋るわけなんですね。でところが、えー、すぐに忘れてしまうので、せっかく催眠中に喋ったいいアイデアをですね、忘れてしまってはもったいないっていうので、これ、催眠中に喋ったことをですね、タイプしたんですね。でそうすると、後でこれを思い浮うんと読んでみるとですね、催眠中に喋ったことを思い返かぶせることができると。そうすると、先ほどの人生の目的とかってもうものすごくいいことを言いますのでですね、 それをですね、振り返ることができるわけなんですよねで。で、それをですね、他の催眠をやるところでは、えー、このところに催眠を受ける人が座って、催眠をかける人がここに座ってですね、これだけにこれがないわけですね。で、それなんで、えー、受けただけでは思い出にしかならないって、ませんですね、これをうちで行ってしまうわけなんですよ、他のところでは。それで、えー、っと、でですね、えー、私たちのこのモチベーションというのは、情報改善のためのモチベーションというのはですね、この 最初の1週間はですね、催眠やった後、最初の1週間はですね、うまくいくんですけども、昼の自己催眠をですね、続けていっても、こういうふうに、モチベーションが下がってしまうというふうな現象が起こるんですね。で、で、それなんでですね、この催眠療法、今回のセミナーを受けていただきまして、日々の自己催眠100時間で頑張っていたとしても、途中でこのくじけるというふうなことが起きてしまうので、即座にですね、この、 催眠や瞑想を申し込むとえこの落ち込んだとしてもですね、いついつ催眠療法を受けるんだいついつ瞑想を進めないに行くんだ頑張ろうというのでしっかりと頑張ることができるわですね。でこれは何かっていうと催眠や瞑想というのはですね、セロトニンという脳内伝達物質がたくさん出ることによって催眠や瞑想がです、ね、成立するんですけども、えー、この,そのセロトニンというのはですねどんだけ出てるかっていうのをここでフィードバックをしてる。 でこ,こで、えー、と出過ぎだと少なくしましょう、少ないともっとたくさん出しましょうというな感じで,です、ねえー、行っているんですけども、瞑想とか催眠とかするとですねセロトニーの出が良くなるわけですね。でそれなんで、えーと、一時的にですねセロ、えー、トニーの出を悪くしようというような感じで,で,す、ねここでえー、そういった制御、あのー、は起こるわけですねで。ところが何度も何度も瞑想をやっていきますと、この このところにあるですね、自己重要器の数が、このところでは模式的に4つ,4つ書いてありましたが、このところでは1個でですね、自己重要器の数が減っていくわけですね。例えば4分の1に減るとしたら、4倍のインパルスが出てる出て,て、前と同じな感じになった。で、それなんでトレーニングでインパルスを早くしようとすると、一時的に遅くなる検証が起こるは2、3週間で早くならとると。っていうので、これが起こるわけなんですね。ですから、こういったときにですね、えー、次のライディアンスに行くとか、ライディアンスの えー、催眠療法を受けるとか、面接面を受けるとかっていうのは決まっていると、こういうふうなことになっててもですね。いつ続いついくんだから頑張ろうというのは思うんですけども。う決まってないとですね。このまま、あ、もうやめようとは思っちゃいますんでですね。ですから、ええー、申し込むといいと思います。それから、またですね。その。やだ、いはその催眠療法の効果なわけなんですけども。催眠療法を受けて、催眠の記憶をこれを受け取ると。そして、日々の自己催眠をずっと続けるわけなんですよね。最初のうちは変化が少ないんで、えー。日々の自己催眠。 これも続けでいいんだろうかという疑問がですね発生したのかしてくると。ところが、催眠療法をまた受けて、催眠の記録を受け取って、これとこれを読み比べてみると、自分の成長というのは分かるわけですね。そうすると、非の自己催眠を続けるやる気がですねどんどん出てくると。そしてまた、ここでですね催眠療法を受けまして、今度はこれとこれとこれを読み比べてみると。そうすると、あこんなにも変化が出てるんだ。もっとやろうということになるわけですねで。それなんで、こうやってやっていくと、ですね、えー、この催眠を 受けて催眠の記録を受け取ってそれらをもう一回確認しながら日々の自己催眠を続けると人生がどんどん良くなる。ラデ a d i a というのはですねトータルサポートっていうのをやっておりまして催眠療法もただ催眠療法を受けるというところから自己催眠で目標達成の達人になろうとそれからサイのヒプノスレプソ養成講座プロの催眠療法士になってしまおうというふうなことが、えー、ラデ d i a n だけで学べる。 それから願望実現セミナーとか瞑想セミナー、この瞑想セミナー系も、えー、この願望実現をするのに、えー、瞑想というかというのを使って変性状成くなるというふうな、うん、この,そのやつを、ですねこのめもっと、えー、本格的な瞑想法をこのところで学んで、さらにそれを上級瞑想セミナーを受けてです、ね、もっと強化していくという,ふうなことで、瞑想も基礎から応用、それから結婚力アップとかメンタル力アップ、これもですね、えー、できてしまうというので。 ライディアンスは人生のトータルサポートを皆さんに提供しているというふうなことになります。で、それらの、えー、と具,体的な具体的な日々がですね、自己催眠セミナーは今度は2020年の12月56日にこれを開設しますよと。れで、えーと、この自己催眠セミナーっていうのは、あのオリジナル時間自分っていうのを作,る作ってですね、なりたい自分になれてしまうと。で、オリジナル時間自分で目標達成の達人になってしまうんです。だからなりたい自分になるわけなんですけども、ダイエットも結婚も仕事もですね、 えー、いろんな目標っていうのはあるものでですねそれをバリバリこなしていくことができるでこれは、えー、実セミナーこの日に来ていただライティナンスに来ていただく実セミナーと今回のようにウェブであるウェブセミナーとそれからその冒頭にお伝えしたようにですねネットだけでやるネット講座、えー、メンバーサイトだけれどネット講座というのがありますそれから催眠療法っていうのは、えー、随時受付でですねやる日が水曜日はこのセミナーやってますんで月間木金、土日と。 でこれもこの対面で、えー、行うこともできますしで、この写真は対面で行っていて、非常にその写真を撮る都合上、近くに寄せたわけなんですけれども、えー、ところが実際のですね催眠療法をやるのは1.5メートルから2メートル離れている、ですからソーシャルディスタンスをです、ね、十分に撮ることができるようになっているんですけれども、ですけども、どうしてもネット講座、ネット講座じゃなくてインターネット経由でやりたいという場合には、こういうふうなものと。 えと充電器をですね用意していただければ、ですね、えー、充電器もこの最近ではですね載せて充電できるというその充電器があります、ね、でその載せて充電できるというのをこうやって用意していただいてりとか、あのま、これは、えー、iPhone の場合ですけども、えー、Android の場合にはですね充電ケーブルとイヤホンを両方とも同時にさせ,あのさせるんで、ですね、えー、普通の特に、えー、手間はいらないんですけども、こうやってやるとインターネット経由でですね、 催眠療法を受けることができますそれからヒコノセーフセを成功座もうじき10月期に始まりますので,です、ね、ぜひとも参加してくださいヒコノセーフシストというのは人を幸せにし感謝をされてお金をいただけ自分を幸せになる職業というのは非常にです、ね、稀な職業になります、ね、それから、えー、と願望実現セミナー今日やった内容を瞑想という方法を用いて願望実現をしていくセミナーをですね、えー、と11月23日の朝の10時から夕方の6時まで 道ですね。時間を使って引き寄せの法則の生か、ね、し方をです、ね、しっかりと伝えるということを行っています。でこれもこの日に Radiance に来ていただく実セミナーとインターネット経由の同時セミナーと Radiance、えー、に来ていただかなくても、えー、インターネットあの先ほどのメンバーサイトを用いて行えるです、ね、ネット講座というのを用意しています。それからソニックメディ d i a t i 瞑想セミナーというのもありまして、えー、この 毎月第3土日の月2日間標準コースというノートですねこれがその日程。毎月第4日はの月1日間の試コース、これがその日程でですね。これで、えー、とこの日にラディアスに来ていただなくても、えー、インターネット経由で受けられますよというウェブセミナー。それから、えー、とこういった日付とは関係なしにあの、先ほどのメンバーサイトでできるネットコースというのもです、ね、用意しています。いつももどこでも受講可能なと。これでネット講座に申し込んでいただければですね。 これらにですね、えー、1回ずつ受ける、この1回目から3回目まで、1回ずつ受けるというようなことが、ですね追加料金なしでできるようになっております。えー、とこれで、このところに書いてあるのは3回目から書いてあるわけなんですけれども、1回目から受けずにですね、3回目から受けていただいてもですね、何の遜色もなく、うん、この瞑想セミナーをマスターできるようにしております。意外1月期、4月期、7月期、14月期っていうような形で、毎月、えー、セミナーをやってますんで、 安価な再受講制度っていうのを設けててあってですね、うん、瞑想の技能上達の環境完璧な環境を今度で提供しているということがありますえ。というわけでこれで最後なんですけども催眠というのは、えー、と年齢対抗とか前世療法とか自分の過去を癒すのが得意なわけなんですよね、えーと。瞑想というのは、えー、と未来のですね、えー、と自分の、えー、雑念を抑えたりとか。 未来に対して意識の縁を送ったなんかするっていうことができるので未来を癒やすというのが得意と。だからどっちを受けようかっていうんじゃなくて両方とも受けるっていうのがいい。あ人生をうまく活かすコツなんですね。瞑想で過去を後悔するなく、えー、じゃあ催眠で過去を後悔することなく瞑想で未来を売れることなく今ある現在をしっかりできると。そうすると現在の連続がですね人生になってくるわけで。 もうすると,と瞑想をしっかりと受けてい、ね、くことによって自分の人生がどんと上向いていくというふうなことになんます。